坂口健太郎は日本の俳優、モデルである。身長183センチメートル。東京都府中市出身。トライストーンエンタテイメント所属。2010年、19歳の時、自ら応募した第25回、メンズノンのモデルオーディションに合格しモデル活動をスタート。2014年、映画、シャンティデイズ365日、幸せな呼吸で俳優デビュー。メンズノンの6月号で専属モデルとして20年ぶりに単独表紙を飾る。2015年10月、TBS 金曜、ドラマ、コウノドリで連続ドラマ初出演。11月11日に初のスタイル&フォトブック、坂道を発売。2017年、6464前編、後編で第40回日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞。また、同年2月2日、第41回エランドール賞、新人賞を受賞。メンズノンの 2.3 月号で、同誌モデル史上初めての2号連続表紙を飾る。2017年6月9日発売のメンズノンの7月号で7年活動してきた専属モデルを卒業することが発表された。2018年3月16日、自身初となるファースト写真集 25.6 が発売。2018年4月、フジテレビ系。シグナル長期未解決事件捜査班で連続ドラマ初主演。高校時代はバレーボール部に所属、選手として活躍した。守り参考の漫画、昼中の流星に登場する、馬村大輝のモデル。ありがとうございます。